リリンにお答えする即対決どう？どんな対決やるのかな？今日はレアキャラで一番強いやつは誰だ？レアキャラナンバーワン決定戦。レアキャラで一番強いのを決めんのね。1対1のガチンコ対決だ。ルールはレベル30合わせでいくよ。さあどのキャラから行ってみようかな。じゃあ猫キョソシーから。猫キョンシーね。もうそって言うんじゃないよ。じゃあ先生右からどんどん選んでって。じゃあ先生は猫太陽か。だけどこれ第二形態じゃない？進化できてないよ。第三形態の方が有利じゃない？まあそうなんだけど、進化できなかったキャラの運が悪いということで続行。全部進化させようよって言いたいとこだけど、また旅集め大変だもんね。それじゃあ第一試合行ってみましょうか。果たしてどちらが勝つのか。まあ僕の方が第三形態だから余裕のよっちゃん89歳。よっちゃん年寄りだけど、そっちは壁でしょ。だったらいけるんじゃないのかな。壁をなめんなよ。はい、やられる前に倒せばいいだけの話。次の攻撃で決めてやる。決められちゃった。やっぱりさすがに壁には負けられないよ。こっちは第三形態だからいけると思ったんだけどな。じゃあ次のキャラ行ってみよう。猫パーフェクト。またさっき第三形態、これはちょっと厳しそうだな。今回壁じゃないから勝ち確定。ありがとうございます。さすがにこれはもう負け確定かな。遠距離攻撃だし近づく前に倒しちゃえ。なんなら一撃で決めちゃおう。一撃で、はい、くらえ。あーダメか。まずはよく耐えたぞ。でも次で、なかなかしぶといな。だったらこっちが、いけたぞ。第三形態に勝てた。嘘でしょ、こっち第三形態だったっていうのに。こんなの先生がズルしてるとしか思えない。別にズルなんかしてないから。次だ次、次のやつだったらいけるはず。ね、こちら知っただ。今回は第二形態か。しかしこっちにはクリティカルがあるのだ。クリティカルであっさり勝負決めてやる。じゃあクリティカルさえ出なければこっちは猫パーフェクトに勝ってるからね。じゃあ逆にキャラ出さないってのもありかな。なしだよ、ちゃんと戦いなさいよ。こんだけパワー貯めとけば絶対クリティカル出るはずだ。パワー貯めるとかそんなないけどね。もう一発で勝負決めたれよ。いっとれ。あーダメか。だったらもう一丁。あーダメ、まだ生きてる。とダメだ。せっかく何回かチャンスあったっていうのに。残念観念なんてやねとやさ。次行きましょう。次はメガトンファイター。次こそ絶対に勝つぞ、メガトンファイター。ここまで来たらもう負けない気がしてきたぞ。パーフェクト猫が負けたのがきつすぎるな。こっちはずっと第二形態になってきちゃったからな。こっちは第三形態にも勝てる第二形態だからね。だけど攻撃速度はこっちの方が早いんだ。先に倒せば。先に倒せないんだよな。体力多くてあじっぺじっぱ。今気づいたけど戦力って出てるんだ。120? 下がっちゃってんじゃん。こんなの絶対勝てないじゃん。確かに猫太陽は280だからね、相当厳しいね。2倍以上なの？そんなの卑怯すぎじゃない？別に卑怯ではないけどね。もう負けるって分かってるからさ、早く倒してよ。諦めんの早すぎだから。先には攻撃してくれんだけどな。だけど倒せない。やっぱり負け確定。ありがとうございます。次は140。また負けじゃん。数字に気づいちゃっても負けるって分かるようになっちゃった。確かにね。だけど何が起きるか分かんないからさ。そういったところで戦闘力半分だからな。でもとんでもない攻撃力だったりとかあんのかな。結局こっちの攻撃全然効いてなさそう。やっぱり負けちゃった。それじゃあ次は90。
とんでもなく低すぎじゃない？これはさすがに戦わなくてもいいかもしれないな。一応戦ってこよう。だけど90なんて攻撃されなくても負けるよ。ただただ前からぶつかってこられるだけで負けるよ。確かにそうかもしれないけど、一応は戦ってこよう。仕方ないな、そこまで言うなら戦っとくか。弱いってのに防具なしの励む気なしだよ。こんなのあっさりとやられちゃうよ。終わり。あ、一応一撃は耐えたね。あ、だけどすぐに終わった。誰もが予想できた結末。次は120か。皆さん次はどっちが勝つのかなってワクワクしながら見てんのかな。確かに、もうどっちが勝つかバレちゃってるようなもんだもんね。ここまで圧勝されるともうワクワクしないよね。だけどまだ何が起きるかわかんないからさ。もういきなり押されてる時点でわかっちゃうけどね。またまたあっさり負け。このまま全勝とかありえないよね。そろそろなんか奇跡起こしてちょうだいよ。期待して待っとくとするか。寝るなよ、全然期待してないじゃないか。まあ一応期待して出してみるか。なんか間違ってクリティカルとか出ちゃってくれよ。そんなことでも起きない限り勝てないのかな。いったれ、怒りの一撃。ダメだ、やっぱり押し返されてる。くわ、もう何連敗したってんだよ。せめて200超えるキャラいないのかよ。確かに200は超えといてほしいね。それじゃあやられに行ってちょうだい。やられる気満々だ。もうこうなったら1体だけじゃなくて何体も出しちゃおうかな。それは卑怯だから、ルール違反だから。いったれ、一撃。やっぱ効いてない。後ろに吹っ飛んだりとかもしてないもんね。あー、まだ耐えてるぞ。ダメだった。このまま全勝しちゃいそうだね。次が280。とうとう来ました、280。これは勝てる可能性が出てきたよ。どっちが勝つのか楽しみだね。どっちが勝つかだって、こっちが勝つに決まってるんでしょうか。互角なら先に攻撃したいぞ。おー、いった、決めろ。弱、めちゃくちゃ弱かった。同じ280だったのに弱すぎちゃって、あじぴじっぱー。かなり厳しい戦い。いやー、でも今回も200だ。次こそいけるか。さすがにそろそろ勝ってくれよ。そうだね、もうそろそろ違う戦いが見てみたいもんね。もうこっちは剣2つ持っちゃってるからね。もう勝ちだからね。ありがとうございます。みじん切りにしてやれ。はい、次次次で。あー、やばい、やっぱり押されちゃってる。あー、ダメだ、これは絶対勝てないやつだ。次は190。200は欲しいよな。190でいけるかな。まあ無理だと思うけどね。それは言わない、お約束。早打ちピストルだからもう手っ取り早く倒しちゃうかもしれないか。よし、撃って撃って撃ちまくれ。あー、やっぱりダメだ。結局押されてやられる。一体だけ激レアが混ざってるよ。次は200だったらワンチャンあるかもしれないよね。そろそろ勝つとこ見せてくれ。果たして200でいけるのか。もうでかくていけそうだよ。これは勝ち確定。ありがとうございます。ものすごい攻撃決めてやれ。どうだ、全然効いてないんだよな。こいつ無敵なんじゃないの。ダメージ食らってないんじゃないの。まだ第2形態だっていうのにチートだよ。次が230。これは期待できるぞ。やっとか、やっと勝てんのか。長かったな。まだ勝つかどうかわからないけどね。すごい勢いでいってるよ。このまま貫いちゃえ。いったれい、もう一丁いったれ。どうだ、やばいか。でも耐えたぞ。だったらいける。耐えられるな。やっぱり体力が卑怯すぎだ。200超えても倒される。次が第3形態来たよ。だけど170かよ、勝てるわけないじゃん。第3形態だからって絶対強いとは限らないのか。170じゃ無理だしな。
他に第三形態いなかったっけな。もう諦めちゃってんのかよ。だって170だからね、さすがに厳しいでしょ。あれだけど攻撃されても吹っ飛ばない。今までとは違うんだ。こっちも体力すごい。勝てた、やった。ようやく勝てて、ハッピーハッピーハッピー。さらには時間内に勝っちゃう。とんでもなく強いね。やっとこっちの勝ちだ。誰でもかかってこい。あんなに強かった猫太陽に勝ったわけでしょ。これはもう厳しいんじゃないのかな。当たり前だな、ブラックマン。さすがにこれに勝てるやつはいないでしょう。無敵の体力でゴリ押しゴリ押しゴリラ押しだし、攻撃しまくれ。いいぞいいぞ、どんどん押し返していけ。これでとどめだ。ああ、塔の後ろ行っちゃった。そっから攻撃なんて卑怯だぞ。こっちは塔を攻撃して、あっちは一方的に攻撃してくる。さすがにこれは負けちゃうのか。いいや、先に投降した。強すぎ、強ポン一切か。強ポンベイビー。やっぱり負ける気が全然しないぞ。次も絶対勝ち確定。だけどまだまだ何あるかわからないよ。だけどさすがに第二形態じゃ勝てないでしょ。確かに第三形態でここまで強い相手は辛いな。はい、あっという間に倒しちゃいましょう。この高速攻撃で、あたたたたたたたい、あたた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 い、押し返せ押し返せ、地球の裏側まで押し返せ。もう塔壊して瞬殺だ。もう負ける気がしないね。はい、勝っちゃいましょう勝っちゃいましょう。次も勝っちゃいましょう。妨害とかができたらな、まだわからないけどね。正直妨害されても勝つ気しかしないな。もうこっちは無限の体力だからね。全然無限ではないんだけどな。あらあら、もう攻撃させずに勝っちゃう。卑怯すぎだね、こっちは。高速攻撃やばすぎ。もうこの勢い止められないよ。さあ次やられんの誰。え、戦闘力600。さすがにそれはもう絶対絶対負けたよ。とんでもなく強いのが現れちゃったね。絶対に一撃で終わりだもんね、こんなの。攻撃耐えられるのか。頼む耐えてくれ。ああ耐えてる。なんだったら押し返してる。なんだよ600って全然弱いじゃないか。あの数字って適当なのか。めちゃくちゃビビったけど結局は6章のシュシュのシュ。次はまた600だけど嘘だもんね。今回こそは本当なのかもしれないよ。大丈夫大丈夫、絶対嘘だから。急に600になるわけなんて絶対ないもんね。手に持ってる武器はめちゃくちゃ600ありそうだけどね。どうせあの尖ってるやつもブヨンブヨンでやばいよ。もしくはとんがりこんだよ。ほら押し返しまくりだ。これで勝ち。またまたあっさり終わりだよ。続いては急に減ったね。こんなの簡単、おいしい牛タン0点取ったらアンポンタン。ギャグ言ってかなり余裕ぶっこいてんな。そりゃ余裕もぶっこくでしょう。ぶっこきすぎちゃうでしょう。だって全然負けないんだからさ。あれこいつ全然聞いてない。ああ聞いてた。ちょっとビビっちゃったけど結局弱かった。続いてはなんかすごそう、180だけどなんかすごそう。だけどこんなの楽勝、あんたが大将、派手ですごいぞ、マグロの解体ショー。またまたギャグ言って余裕ぶっこいてる。なんだこいつ、今までのキャラたちとは違いすぎてヤバすぎるぞ。ああやばい、攻撃方法もヤバすぎる。逆に負けるかも、逆に負けるかもしれないよ。よかった。まあ見た目は楽しませてもらいましたけど、よかったね。残りもあとちょっとになってきちゃったよ。このままラーメン野郎が行っちゃうのかな。このまま行っちゃいそうな気がするけども、何か起きるかもしれない。スピードで行っちゃえ、スピードで行っちゃえ。すごいスピードで来たけども、結局は全然その攻撃効かないよ。こんなのこちょこちょされてんのと一緒だよ。はい、さあ続いてラスト行ってみよう。次がラスト、もう勝てそう、なんかもう勝てそう。最終決戦、果たしてどうなるのか。最後で大波乱が起きたりするのかな。別に第三形態でもないしね、波乱なんか起きないと思うよ。
ちょちょちょっと終わりにしちゃおうよ。押してけ押してけ押してけ、さっと止めた。まだか、なかなかやるじゃないか。でも終わり。というわけでレアキャラで一番強いのはラーメン野郎でした。全員第三形態になったらどうなるかわかんないけどね。他にもいろんな対決やっていこう。バイバイバイポンポロピー。チャンネル登録よろしくお願いします。